旧文館現存せず、一般社団法人学士会は、日本の社団法人。旧帝国大学系大学の出身者等を、主な会員とする、大学の枠を超えた一種の同窓会組織である。学士会は、次の資格を備えた、正会員と、学生会員により構成される組織である。東京大学、京都大学、東北大学、九州大学、 北海道大学、大阪大学、名古屋大学及びその前身の帝国大学、京城帝国大学、台北帝国大学出身の学士前期大学の大学院出身の修士、または博士第1号の大学の学長、副学長、理事もしくは漢字の職にあるものまたはそれらの職にあったもの第1号の大学の教授、准教授、 助教もしくはその他の上勤の教育研究職にあるものまたはそれらの職にあったもの論文を提出して第1号の大学から学位を受けたもの第1号の大学に在学士学位を受けなかったもの同号の大学の運営に貢献したもの等で会員となるにふさわしいと理事会が認めたもの学士会は1886年帝国大学の卒業生の同窓会組織として創立された 名称に、学士とあるが、会が創立された当時、学士の称号を与えられたのが、帝国大学の卒業生に限られたためである。著名な歴代理事長は、元東京大学総長の南原茂11月の1974年5月、日本学士委員長を兼ねた、有沢博美10月から1988年3月、 元最高裁判所判事の段士重工7月から2009年6月、など、正会員数4万1296人、学生会員数3807人、創立は1886年4月18日。帝国大学を卒業した学士たちが、小石川植物園で開いた、加藤博之先生者音会の席上。 このような卒業生の親睦会を継続したいという、機運をきっかけとして、同年7月に創設された。初代理事長は、坂谷義夫。創立時の主な会員には、富山昭一、谷田部良吉、坂谷義夫、加納神五郎などがいた。その後、1897年に、京都帝国大学、1907年に、東北帝国大学、1911年には、 九州帝国大学が帝国大学令に基づいて順次創立され各帝国大学の卒業生にも学士号が与えられて学士会に入会した。1918年には大学令が交付されて私立学校も大学を設置し新たな大学の卒業生に学士号が与えられることとなった。しかし学士会の名称はそのままにその後1918年に 北海道帝国大学、1924年に、京城帝国大学、1928年に、台北帝国大学、1931年に、大阪帝国大学、1939年に、名古屋帝国大学が、帝国大学令に基づいて、順次創立され、各帝国大学の卒業生が入会した。会員数は、約4万1000人。 理事長は佐々木武氏。七月隊。本部会館は千代田区神田西町にある学士会館。館内には会議室、飲食店、美容院などの設備がある。かつては関立東京英語学校で、その跡地の空校舎には東京府中学校が入っていた。都心の一等地に立地する。旧館はネオロマネスク様式を基調とする当時最新の耐震建築で、 高橋貞太郎の設計にて1928年に、竣工旧館から一歩退くように建てられた新館は1937年竣工で、設計は藤村明である。斬新、かつモダンで重厚な雰囲気は90年近くを経た、今も大切に継承されており、2003年1月、国の登録有形文化財となった。いずれも、 会員の親睦活動や同窓会、結婚式、講演会の開催などに利用されている。ドラマ、半沢直樹などのロケ地にもなっている。また、敷地内には、東京大学発祥の地、日本野球発祥の地、新島城先生生誕の地の記念碑がある。かつて、文京区本郷には、学士会文館が存在し、夏季には、野外ビアホールが盛況したが、東京大学の、 赤門周辺地区の再開発計画により二千九年三月をもって閉鎖された東京大学発祥の地の石踏み学士会館敷地内令和二年度決算報告一般社団法人学士会二千二十一年七月20日閲覧紹介学士会について学士会とは一般社団法人学士会千八百八十六年に帝国大学令が交付施行され 学士は学位ではなく称号とされた。令和2年度事業報告。一般社団法人学士会。P122021 年7月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月20日閲覧。大学例の交付前にも、早稲田大学、慶応義塾大学部など大学を称した私立学校は存在した。しかし、法的には、 専門学校令に基づく専門学校であり、卒業生に学士は与えられなかった。学士会百年史編集委員会編、学士会百年史学士会、1991年3月、998ページ、デザイナーの君島一郎とは別人である。ありがとうございます。